立民との選挙協力 0%、 維新代表に地獄に行く気ない。産経新聞のインタビューに馬場代表が答えたというものなんですけども、まず岸田政権どう見ているかと、誰が何をしているのかわからない、やるべきこともしない、国会を運営する機能も働いていない、安倍晋三政権や菅義偉政権は肝心なところで党と政府がきっちり意思疎通する様子が見えたが、岸田政権にはそれがない。安倍氏の国葬も岸田首相は表明直後に党首会談で野党に協力を求めればよかったのにそれをしなかった。物価高対応でも消費税率の引き下げなど思い切ったことをすればよいのに、首相はエイヤができない、どこかでクリーンヒットを打たないと悪い流れが続くだろう。立民と国会で共闘すると合意した。なぜかと言われたら岸田政権の手たらくだ。こちらからさまざま提案してもぬかに釘。そんな状況で野党が一緒にできる政策で協力するのは党利党略ではなく国家国民のためだと。立民と選挙協力はあり得るか、その質問に対しては、共闘という言葉が一人歩きしたが、その言葉を出してきたのは立民で、我々にこだわりはない、選挙協力の可能性は 0% だ、おそらく先方が党内のガス抜きのため、まことしやかに吹聴しているのではないか。あれ以来立民の若手は次の衆院選は選挙協力できるかもとウキウキらしい。しかし我々は地獄に行く気はないっていう、まあ、彼らと一緒にやってるともう地獄に行く可能性があるから、国会での、まあ、そのなんか合意できる部分に関しては協力して自民党と当たるんだけども、他の部分、まあ、選挙協力とかはやんねえよと、そうですね、いうことですね。まあ、維新の会は安倍さんのことも尊敬してたし、菅さんともパイプがあったんですね、で、今回の岸田政権にはそれが多分そういう執行部の中で、こう維新とパイプがある人があんまりいないんじゃないですかね、でしょうね、なんかね、これを聞いてると、となるとだから菅さんを頼るとかいうことになるかもしれないですし、菅さんと岸田さんそんな仲いいわけじゃないっていうかね、そうだから強調したいときに、菅さん経由で維新とちょっとこう、行かなきゃいけないんですけど、だそうなると菅さんの手柄になるから岸田さんはやりたくな い, い岸田さんはそこを頭下げれる人じゃないんじゃないかなというふうには思いますね、そうですね、で立民はどうかっていう質問もあるんですけど、人による、国会でも若手にはいい議員がいる、話を聞いているとかわいそうになる、二言目にはこんなはずじゃなかった、維新はいいですねという、しかし一旦立民に染まってしまったら難しいっていう、まあそうです、なんですかね、人材の墓場というか、一度染まってしまうと、もうちょっとどうにもならない、地獄なのかなと。そうですね、なんか立憲民主っていう政党を選ぶ理由がわからないですよね、本当に。まあ一昔前だったら、それこそそのある地域から出たいんだけど、もうその議員はもう自民党埋まっちゃってるし、もう変わる見込みがないという時に、もう仕方なく当時民主党から出たとか、確かにね、いう人は結構いたと思いますけどね。そうですね、二大政党をねちょっと考えた時も確かにあったのかもしれないですけど、そうだから自民党と対抗してやっていくというので、でも結果的にそういう人も後から自民党入ったりするんですけどね。そうなんですね、やっぱいつか出なきゃなってみんな思いながらやってたと思いますけど。細野とかもそうじゃない。はい、またあいつしょうもねえこと言ってるよって多分思ってたと思いますよ。そうですね、あのまた党首変なこと言ってるよとか、そう思ってたでしょうね、でそんな、バカにされてるというか、民主党、民主党じゃない、立憲民主党ですね、なんですけども、岡田克也幹事長にも産経新聞がインタビューをしていまして、党勢立て直しに何が必要か、まず立民自体がきちっとしていないとダメだ、国民にやらせてみようと思われる存在になる、政策だけではない、党として振る舞いも含め、リベラルだけではなく真ん中、保守層にも支持される政策展開運動が必要だ、そのためには安全保障や経済で現実的な政策が重要になる、いいことを言っているが本当に全部実現できるのかという目で見られている、ばらまきではなくある程度の絞り込みも必要だ。そうですね、いやその通りですよ。ただこれできないでしょ。そうです、真ん中保守にも支持される政策をね、考えることは彼らの中にはもうそういう脳がないんですよね、選択肢が。やっぱ何でも反対の党にしか見えないから、そうだからあの骨太の方針っていうのは作れないはずなんですよ、自民党は結構下手打ってるわけだから、本来はできるはずなんですけど、もっとね、
例えば憲法改正しなきゃいけないんじゃないかとか、うん、っていうことで攻めるっていうことも時折はやらなきゃいけないと思いますけど、そういうのは一切言わないし、で中国にもっと厳しくしなきゃいけないんじゃないかっていうのは自民党は言われたら嫌なんだけど、野党の方は絶対言わないからね。そうですね、バカだと思いますよ。いや、そこ突き上げていけよっていう、そこめちゃくちゃ突き上げれば、結構保守層の中でも、あ、それ言ってくれるんだったら今回自民よりも、あの立憲の方がいいんじゃないのっていうふうに思ったりとかね、絶対言わないですからね。そう、それはだから、だからそういうの言うのってどっちかというと維新とか、そうなんです、そっちじゃないですか。だから防衛はしっかりやった方がいいとか、だからね、EEZ にね、ミサイル中国から撃ち込まれて、で NSC 開くのとかもね、遅いし、何やってんですかっていうこととか、国民の安全はどうなってんですかとか言えばいいのに、まあ、それは絶対ないわけです。そうなんですよ、はい、日本を強くしたいと思ってないので、立憲だってそれ言えたらもう立憲じゃないですからね。そう、立憲は日本を強くしようという考えは全くないの で、 そうです、ね、言えないんですよね。いや、さっきの馬場さんの話って、はい、結構その通りなのかなって思ってしまったのが、やっぱちょっとこう人材、やっぱ立民に染まるとダメだみたいな話あったじゃないですか、それで最近僕はたまたまその YouTube 見てたら、なんかありし日の泉健太みたいな動画があったんですよ、それどういうことかっていうと、泉さんって今立憲民主党の代表やってますけど、その前は国民民主党にいたんですよ。でその国民民主党にいた時って、あの、ね、今の代表の玉木さんとかとなんか一緒に動画撮ってて、あの結構めちゃくちゃ生き生きしてるんですよね。なるほど。それがですよ、今ね、はい、それが今、立憲民主党の党首になって、何やってんだと、はい、いうことで、なんかありし日のなんか泉健太みたいな、あ、なるほど、そういうのはそういうこと。いや、本当になんか2人して、やっぱまあ年齢も近いでしょうし、なるほどね、生き生きとして、あのなんか喋ってたんですけど、それと比べると今もう、もうあの、まあ、党首、立憲民主党の党首やったっていうことが汚点になりますよね、なんかああいう政党の、やっぱ名前残っちゃいますからね。そう、名前残るし、その時に自分の政策を言えばいいんだけど、一切言えてないでしょ、玉木さんと考えたような政策をそこで立憲民主の方針しますって言えばいいんだけど、まあ、それができないわけですから。そうだから国民民主党に、あの泉さんとかいたら、多分そのもうちょっとやっぱね、あの双璧をなすような形でもうちょっと出てきたんじゃないかなと、可能性はあると、思いますし、もう意味はないですよね。自分の長所を全部消して、あの毒まんじゅうの状態になってるわけですから、ね、毒まんじゅうでしょ。立憲に行くってのは毒まんじゅう食ってるやつですよ。ただでさえ毒強いのにそれもたらふく食べてますからね。たらふく食って、はい、もう本当に、はい、量的にもどうしようもないですよ。毒素もかなり、はい、解毒できない毒まんじゅうです、はい、でですね、はい、岡田さん、反撃能力など安全保障の議論にどう臨むかという質問もされてるんですが、日本を取り巻く安保環境が非常に厳しいとの認識は共有している、反撃力について一概に否定はしないが、国民保護の議論も必要で、全体として肯定するつもりもない、今後議論を深めていく、バランスの取れた議論をしていくとおっしゃってるんですけども、いや、もうすでにバランス欠いてると思いますね。バランス欠いてますね、もう、まあ、あの中国のあの、まあ、今回の台湾に対してのね、あの演習をやったじゃないですか、まあ、あれ見て、まあ、ここまでやるかと、演習の段階であれですからね、もうちょっとね、だから今はその、ね、防衛力、どのように強化していくかということで、予算どうするのかみたいな議論もされてますけど、押せぞ岸田政権と、いうことを突き上げるぐらいじゃないと、そうですね、ちょっと野党としては物足りないのかなと、そうですね、思いますし、まあ、この人も長年政治家やってますけど、全然弁が立たない人だよね。岡田さん、岡田さんってのは、あの蓮舫からも面白くない人ですって言われてちゃったっていう人ですからね、まあ、それはジョークにしてもガチでそうですから、ね、はい、いや、そうだから蓮舫はジョークで言ったんだけど、はい、みんな、うわ、マジこれ言うかみたいな、みんなも凍りついてたでしょまあそうだけど、そう、岡田さんは面白くない人です。それは幹事長ですからね。いや、そんなみんな知っとるかなっていうね。